南淡路市は、兵庫県南部の淡路島最南端に位置する市。大鳴門橋、福良湾から和光度の広場までを遠方淡路島の南部、兵庫県最南端に位置し、張真灘、鳴門海峡、紀伊水道に面しており、兵庫県下の自治体で唯一太平洋に面している。瀬戸内気候区に属し、温暖な気候で、夏季は昭雨のため、市内にはため池が多い。 市東部には、淡路島内最高峰の譲る破産がある。紀伊水道には、沼島がある。鳴門海峡を挟んで、徳島県と接する。合併後の人口は約5万4千人となり、面積、人口とも淡路島最大の市となったが、合併後からの人口減少により、現在は約4万9千人ほどである。平成22年国勢調査より前回調査からの、 人口増減を見ると4.65%減の49,853人であり、増減率は県下41市町中29位、49、行政区域中37位。相モト市への通勤率は12.6%である。2013年11月11日より、議員定数は18人。2005年11月10日まで、 合併特例法の議員在任特例により、旧庁議会議員60人が市議会議員として残った。2005年11月11日から2009年11月10日までは28人。2009年11月11日より2013年11月10日までは20人。議会の模様は33ネットで市内に放送されている。また、 南淡路市ホームページからでも見ることができる。南淡路市で一つの選挙区を有し、定数は1である。市内にある農業地帯松穂で撮影なると海峡での漁業、指定金融機関、淡路信用金庫図書館南淡路市立図書館、大学施設高等学校中学校小学校下期のうち七小学校は2020年4月に設立した小学校であり、 西団七小学校と三原七小学校を前身とする。西団七小学校と三原七小学校の両校は同じ南淡路市七に存在し、もともとは旧三原郡の七村あ七小学校という単一の学校であったが、調整志向の際、七村が西団町七と三原町七に分割されたことに伴い、小学校も分割された名残で、 同一地区内に2校が存在していた。また、広田小学校及び広田中学校については、旧広田村の区域が、旧緑町と洲本市に分割されたが小学校は分割されず、三原郡緑町洲本市小中学校組合率を経て、南淡路市洲本市小中学校組合率となっている。その他の学校廃止された学校スポーツ施設、 南淡路市立文化体育館1966年まで、淡路交通が営業していた。JTB 時刻表には、市バス停が中心駅として記載されている。高速バスふとじは、市内停留所路線バス高速道路西段、三原インターチェンジ付近松星市川で、撮影市の中心部を縦断する国道28号神大国画で、撮影一般国道県道農道林道4つの、 地方港湾と9つの漁港がある。かつてハーナガ港亀浦港に淡路フェリーボート、福良港無谷港に高団フェリー、淡脇船などの航路があったが、大鳴門橋の開通に伴い廃止されている。それぞれ張り真田川から半時計回りに記す。地方港湾すべて、兵庫県の管理。館長船日本岸のレプリカ船。漁港第一種漁港は主に地元の漁業に、 第二種漁港はより広い利用があるもの。主牧先進、島千鳥と羽生港大和大国魂神社、慶の松原吹上浜、NHK 連続テレビ小説、満腹でロケ地に採用され、聖地として観光スポットともなっている。鳴門海峡と大鳴門橋弁天と淡路蛇のひれ、アウトドアリゾート、野球選手サッカー選手バレーボール選手大相撲力士、その他。 ありがとうございます。